それでは時間になりましたので、株式会社 DNA、越智拓正さんによる、Rails Meets Protocol Buffers for Schema First Development をお願いいたします。はい、今日は Rails Meets Protocol Buffers for Schema First Development ということで、Rails と Protocol Buffer の形について話をしていきたいと思います。まず、大丈夫だ。はい、すいません。まず自己紹介なんですけれど、越智拓正と申します。DNA に入るまでは、大学院生として人工衛星を作ってました。DNA に入った後は、ファール製のフレームワークであったり、Ruby 製のモバイルバックエンドサービスなどを作って、モバイルアプリゲームの WW リージョンへのローンチなどをサポートして、今に至ります。私と、Ruby on Rails の関係なんですけど、Ruby も Ruby on Rails も、大好きな言語だったり、大好きなフレームワークの一つです。で、2014年頃から使わせていただいており、2017年頃から、ちょっとずつコントリビューションもしております。Ruby Gem、キャピストラのレイジクリーンアップとかいう、まあ、すごいちっちゃいジェムなんですけど、結構デプロイ早くなったりするのとかを作ってるので、まあ、興味のある方、ぜひ使ってみてください。はい。で、本題に入ります。今日のアジェンダなんですけれども、まず一番初めに、どうしてゲーム開発で Rails を選んだのか、そして次に、理想的なスキーマファースト開発とは、そして、2010年代のゲーム開発という文脈で、何をスキーマとして選んだのか、そしてここからは、よりシステム の細かいところに入っていくんですけれども、システムのオーバービュー、そしてプロトコルバッファーを HTTP API として、使う方法、そしてそれを Rails にどうやってインテグレーションしていくか、最後にそこから得た結果 と、将来への展望をお話ししたいと思います。はい。まず、どうしてゲーム開発において Rails なのでしょうか。Ruby on Rails は皆さんもご存知の通り、Web アプリケーションフレームワークです。そして最近でありますと、API モードで簡単に API をセットアップすることができます。でもちろん、マニアックな方向けには、アクションコントローラーメタルから、カスタマイズするというものもできちゃったりします。そして、どうしてこれをゲーム開発で使ったのかなんですけれども、一言で言うと、ランタイムにおいて許容可能なオーバーヘッドを、ランタイムの許容可能なオーバーヘッドさえあれば、開発効率が非常に上がるということになります。まずなんで Ruby なのかに関してなんですけれども、DNA においては、開発時に Ruby のアセットがすでにありました。なので、それを有効利用したいと。そして、幸運なことに Ruby が使えるエンジニアの方々も多かったので、Ruby にしました。そして、どうして Rails なのかっていう話なんですけれども、コンベンションオーバーコンフィギュレーション。これが結構すごいイケてることで、例えばコーディング規約などがもう初めから定まっているようなもので、例えば、一般に、結構普及しているような、手法でやっておけば、基本的には問題がないようになっています。そして、ボイラープレートももちろん少ないですし、既存で使われているものが多いので、わざわざそれを、処理の再開発をする必要もない。本当に自分たちが必要だと思ったときに、改めてそこを開発するっていうのができます。こうすることで、ゲーム自体に集中することができます。そして、ゲームの API なんですけれども、実際にゲームというサービスを世の中に提供するためには、API だけではなくて、管理ツールであったり、お客様から、いろいろと質問などが来た場合の、来た場合にちゃんと答えられるようにするための、ツールであったり、外部サービスとの連携だったり、様々なものが必要になってきます。で、この時に、まあ、これは Rails に限らないんですけれど、Rails エンジンなどの仕組みを利用して、コードをシェアでき、かなり開発がはかどるということがあります。そして、よく言われる質問として、Rails は遅いんでしょうというのはやはり言われます。そして、これはもちろん、例えば他の言語であったり、薄いフレームワークと比べると遅いです。しかし、これはかなり許容可能だと考えております。例えば、シンプルなエコーのような、API であれば、10の0乗オーダーの、ミリセック、数ミリセックで帰りますし、ほとんどの API は、ちゃんと真面目に作れば、数十ミリ秒で返せるものが作れると思います。そして、
例えば、日本とアメリカみたいなネットワークのレイテンシーを考えてしまうと、ネットワークのレイテンシーが10の 2乗ミリセックオーダーで効いてくるので、それと比べると API における数十ミリ秒の差は、許容可能なのではないかと考えております。はい。ということで、ゲーム開発においてどうしてレイルズが選ばれたのかというものを、説明いたしました。そして、ここで、本日のもう一つのテーマである、スキームファースト開発とは、一体何なのかというものを、進めていきたいと思います。で、こちらは、スキーマ開発が、入る前の、トラディショナルバッドデベロップメントって書いてるんですけど、悪い例です。バックエンドチームが、図の上の方で働いていると思うんですけど、途中から休んでいます。で、これなんでかっていうと、バックエンドチームは、とりあえずバックエンドのシステムができたから、じゃあ、あとフロントエンドの、方よろしくねと。なってます。で、まあ、これだけ見ると、最後、暇そうにしてるし、まあ、はい、うまく開発進んでそうなんですけれど、フロントエンドのチームも、この図に登場させています。で、そうすると、実はそこからフロントエンドのチームが、この中盤から、実際に開発がスタートすると、結局残り時間が短い中で、すごい大変な思いをしないといけないと。そして、例えば、そこで API が実はダメだったみたいなことが、このラインで分かると、そこからまた、バックエンドに返して、でもそれじゃ間に合わないということで、結局、ここでドカーンとなって、まあ、プロダクト自身ももう、ダメになっちゃいますと。でまあ、これは良くないと。はい。で、まあ、何が良くなかったのかなっていうのをちょっと振り返ってみたいんですけれど、まあ、ドキュメントの問題がありました。さっきの例だと、一番初めに実はドキュメントを伝えてたんですけど、結局、最後に、これじゃ、あまり良くないと返ってきてしまった。で、これは、まあ、もともとそのドキュメントで何かを伝えようとすると、そこにたくさんのコストがかかるか、あるいはもうドキュメント自体がほとんど役に立たないものになってしまうか、そこにコストを割かなければ、というものがあります。そして、もう一つがスケールジュールの問題で、バックエンドのチームの作業が完了した後に、ようやくフロントエンドのチームが活躍する機会が登場してしまうと。で、それでは、プロジェクト上良くない。で、逆にその API のモックをはじめにフロントエンドのチームはもちろん作ることはできるんですけれど、それ自体のコストはかかってしまいますと。で、その結果、コミュニケーションであったり、イテレーションを繰り返すものが遅くなってしまうというような問題が発生し、最終的にはプロダクトの品質であったり、コスト、そして納期に関して問題が生じてしまいます。で、私たちは、一体何が欲しかったんでしょう、なんですけど、例えばドキュメントのコストはもちろん最小にしたいですし、タスクがブロックされている時間も短くしたい。そして、コミュニケーションを減らして、イテレーションをとにかく増やして、そしてプロダクトを良くしていきたいと。で、これを解決するのがスキーマファースト開発になります。で、スキーマとは何ぞや、の話なんですけれど、オックスフォードの、地点を調べると、こんな上に書いてる感じの、A representation of a plan or theory in the form of an outline or model というふうな感じで書かれています。で、まあ、これだけ言っても、まあ、なんかよくわかんねえって感じなんですけど、例えば API の文脈に限って言うのであれば、バックエンドのチームとフロントエンドのチームが、API に関して、同意を取った合意であったり、あるいは言語によらないデータの構造を説明するための設計図であったり、そしてそこから全てが誕生するもの、例えば、インターフェースデフィニションとも呼ばれております。例えば、スキーマに関して、代表的な技術、よく使われているものに、OpenAPI であったり、YAML であったり、GraphQL などが存在すると思います。で、これを利用して、理想的なスキーマファスト開発っていうものはどういうものかっていうのを考えてみると、まず一番初めにスキーマを定義します。で、これによって、フロントエンドのチームと逆にバックエンドのチームが、まず設計に関して合意を取ります。そして、本当にそう目指すのであれば、そこから、まず自動でコードを生成しましょう。そして、フロントエンドのチームとバックエンドのチームのそれぞれのためのドキュメントも生成しましょう。そして、許すならば、Mock の API も自動で生成されてしまうと、もう最高です。でそこまでいっちゃうと、もうあとは、フロントエンドのチームとバックエンドのチームは、それぞれお互いに分かれて、開発することができますし、もし何かあっても、常にスキーマに、立ち戻るということで、イテレーションサイクルを早くすることができます。例えば、図に表すと、
さっきまでフロントエンドのチーム、途中まで結構やることなかったんですけど、今度は初めから協力して、仕事ができて、で、予定していたより早く、きちんとプロダクトを届けることができています。はい。ということで、理想的なスキンファースト開発というものを見てきたんですけれども、じゃあ実際ゲーム開発で、我々は何を選んできたかというものを、説明したいと思います。2010年代の、ゲーム開発というコンテキストにおいて、我々が選んだのは、プロトコルバッファーと、内製のスキーマ、そして Ruby on Rails です。まずプロトコルバッファー、ご存知の方も多分多いと思います。いらっしゃる、多くいらっしゃると思うんですけれども、Google の作った言語に依存しない、こんなふうな、IDL であり、シリアライジングの方法も含めた良いものです。そして、内製のスキーマなんですけれど、こちらは、主に SDK を自動生成するために、作っております。で、サーバーへの API のインターフェースと、クライアントコードに対するインターフェース、そしてその間をつなぐブルーコードを持っております。こちらにちょっと例があるんですけれど、例えば、サーバーの URL どこにアクセスするのか、でその際のメソッド何使うのか、で逆に、SDK として露出させるメソッドは何を露出させるべきなのかというものを書いたスキーマになっております。では、これを実際に、どんな風に使っているのかというシステムを見ていきたいと思います。こちらが、単純化したシステムになります。上の方にサーバーがいて、下の方にクライアントがいて、その間で HTTP の通信が行われており、HTTP 通信のうち、ボディのスキーマをプロトコルバッファーで表現しております。で、それとは別に、内製の SDK を自動生成するスキーマが存在します。で、この内部を見ていきたいと思います。内部は、すごくごちゃっとしているんですけれど、今の構成だと、この緑の部分が人間が手で書いているところで、青い部分が、自動生成されているところになります。で、まず一つずつ見ていきたいんですけど、こちら、プロトコルバッファーとサーバーのインターフェース、クライアントのインターフェースになります。で、これによって、ボディを表現しております。で、実はなんですけれど、開発の初期段階では、これ以外の、灰色の部分は全て手で作ってました。で、そうすると、まあ、どうしてみたいな、Why Japanese people じゃないんですけど、そういう疑問が思い浮かんでくると思います。例えば、スキーマが、じゃあ完全じゃないですし、コミュニケーションのコストも、もちろん実装コストもかかりますよ、ということなんですけれど、実はこれには理由があります。っていうのは、スキーマファースト開発の最終的な目標っていうのは、プロダクトを良くすることであって、スキーマを完全にすることではないっていうことがあります。で、実は、初めスキーマがほとんどない状態、このボディのスキーマだけですね、これで始めたのには理由がありまして、まずクオリティを上げたいと。結構開発の初期だと、皆さん多分、結構肌感でわかるかもしれないんですけれど、結構、トライアンドエラーの形で、プロダクトを作っていくことが多いと。なので、その際にオーバーヘッドになり得る、コードの自動生成は一旦抑えておく。そして、二つ目は、コストを下げることなんですけれど、長期的なことを考えていると、コードの自動生成をするためのコードっていうものを、例えば実際に書くべきコードが変わったときに、もう一回作り直さないといけないっていうのはかなりコストとして大きいです。ということで、それを避けると。当然、その手で書いてる間のコストは、増加してしまうんですけれど、そこは意思を持って、コストの増加を、耐え忍ぶというか、それに合わせて、きちんと開発を行っていくっていうことをやりたいと思っています。で、最後に、デリバリーを早くするっていうのもあるんですけれど、コード、自動生成されたコードを作るためのその自動生成君は、かなり作るのにすごい時間かかるので、これをプロダクトのそのクリティカルパスに置いちゃうと、例えばそのコードの自動生成を、いい感じに作ろうとしている間に、全然他の人は開発手がつけられなかったっていうのになっちゃうので、これをクリティカルパスから取り除きましょう。ということで、プロダクトをまずは第一優先にするということで、ほとんどが、手書きの状態で始めました。
で、次に、こちらの緑の上の部分はサーバーで、手書きで書いているコードです。そして、こちらの青い部分は、内製のスキーマで作られたコード。で、こちらが、クライアントのロジックになります。はい。そして、ここからは、もっと Rails とプロトコルバッファーの間柄について、見ていきましょう。で、まず、プロトコルバッファーを HTTP API として見てみたいと思います。で、まず、プロトコルバッファーを IDL として見た場合にどうなるのかなんですけれど、ちょっと字がちっちゃくて、すごいすいません。右にあるのが、JSON スキーマで、左側にあるのがプロトコルバッファーです。これは同じものを表現しようとしています。例えば、リクエストにおいてタイトルが来て、レスポンスにおいてタイトルとクリエイティッドアットを返すような、エンドポイントを想定しています。で、そうすると、プロトコルバッファーの方が、文法としてかなり、簡潔な書き方ができる。で、おそらく皆さん、プロトコルバッファーの Google のドキュメントとか見ていただくと、多分1時間もしないうちに多分慣れてしまうというぐらい、これはかなり簡単にできてます。次に、プロトコルバッファーをシリアライゼーションとして見てみます。左側が、スキーマとして表現されたもので、右側がシリアライズされたデータとして見たものです。で、かなりバイナリーの文字列が出てちょっと見づらいんですけれど、かなりいいポイントはいろいろありますと。まず一つは、メモリのフットプリントがちょっとすごく小さいっていうので、このタイトルとかクリエイティッドアットっていうキーは、含まれてなくて、1番とか2番っていうフィールドの番号だけが含まれているので、長いキーをつけても全然パフォーマンスに問題がないと。そして、バイナリーや数値のデータに関して、自然な表現が可能であること。そして、3つ目、これは普段あまり触れられることが少ないんですけれど、リファクタリングに対してとても強いという特性を持っています。こちらの右側のシリアライズされたデータの中には、実はタイトルであったり、クリエイティッドアットというような文字列は実は一切含まれてなくて、命名の問題が、データ上には存在しない。ということは、どのタイミングで、例えばこれって実はタイトルじゃなくて、他の名前の方が適切だよねっていうふうに、ビジネスが変わった場合とかでも全然対応できますし、あとはプロトコルバッファーのその元々、これは JSON でもなんですけれど、新しいフィールドを追加したり、それを、まだ対応してない人は無視したりっていうのも自由です。そして、シリアライゼーションでシリアライゼーションのパフォーマンスも非常に高いです。そして、これらを含めて、HTTP の RESTful な API として見てみます。右側が JSON の API で、左側プロトコルバッファーの API です。で、この2つ何が違うのかっていうのを見比べていただきたいんですけど、実はそのコンテンツタイプがこっち、アプリケーション X プロトバフで、アプリケーション JSON っていう、そこは違うだけです。で、アクセプトも違うんですけれど、ということは、これって、本当に、従来の JSON API の、自然な延長であって、昔から、使ってきた知識がそのまま使えると。一個問題としては、人間に使いづらいって問題はあって、よく、カールとかで JSON、API 叩く方とか多分簡単なものだったらあると思うんですけれど、こういうその、バイナリーデータ、多分手で書きたいとは絶対思わないと思うんですよ。なので、ここに関しては何らかの対策が必要だということがわかります。では、これを実際に Rails の中に、組み込んでいきたいと思います。でまず、Rails に組み込む上で目標を決めたいと思います。で、まずは、レールに乗ったままにしておきましょう。そして、開発をシンプルに保ちたいです。で、それをまず保ちながらも、パフォーマンスを高くしたいと。で、最後に忘れてはならないのは、開発者にとって優しいものにしたい。では、まずは一つずつ見ていきます。で、まず、リクエストを受け付けるところ、リクエストパーソンの部分を考えてみたいと思います。Rails は、デフォルトでは、プロトバフを認識しないので、マイムタイプに登録してあげます。で、その上で、実は次がちょっとポイントで、デフォルトのパーサーを全部、取り除いちゃいます。っていうのが、実は今のアクションディスパッチリクエストは、スキーマレスなデータしかサポートしてないので、例えばコントローラーとかアクションネームに依存したスキーマを参照する場合には、ここでは、逆に何もしない方が強いので、外しちゃいます。そして、ビフォーアクションの部分で、
リクエストのコンテンツタイプに応じて、コントローラーネームやアクションネームから、適切なスキーマを持ってきて、それでパースをしてしまいます。で、まあ、忘れないでいただきたいのは、まあ、JSON を必ず一緒にパースしてあげることですね。で、これってケース分になっているので、プロダクションではオーバーヘッドにはならないですし、デベロップメントの時だけ、すごい役に立つと。で、そして入り口ができたので、次は出口も見ていきましょう。で、出口の方が、実は結構簡単です。で、出口は、まず、コンフィグイニシャライザーレンダラーなどで、アクションコントローラーのレンダラーズに、フロートバフと、まあ、もちろん JSON、フロート JSON っていうものを登録してあげます。そして、レスポンド2を使って、どのフォーマットが求められているのかに応じて値を返してあげます。で、こうしておくと、JSON で、入り口も出口もサポートしているので、CURL で普通に使えるというものになっております。では、これを用いるとコントローラーがどうなるかに関して見ていきたいんですけど、本当に単純で、ハッシュを、インプットとして受け取って、最後に、まあ、これレンダーリザルトっての中でレスポンド2をやってるんですけれど、最後、ハッシュを返してあげると、という単純なそれだけになります。で、もう一個、ポイントとしては、この右上に、フィルターレスポンスリソースフィールズっていう、おまじないみたいな言葉が書かれているんですけれど、まあ、ゲームに関わらず、サーバーからクライアントに返すデータが多かったり、本当は欲しくないデータを一緒に返していると、ネットワークのトラフィックが上がってしまったりして、まあ、クライアントにとっていいことはないっていうのがあります。なので、クライアントが本当に欲しいデータだけ、フィールズっていうもので指定してあげて、それ以外はフィルタリングしてあげる。これがあるだけで、パフォーマンスがかなり上がります。はい。ということで、これを見ると、実はシンプルだし、コントローラーだけを見ると、まあ、全然我々はまだまだレールの上に乗っているぞということで、無事にプロトコルバッファーをレールズに組み込むことができました。はい。では、結果に行きたいと思います。で、結果なんですけれども、スキーマを導入することによって、比較的、精度の高いドキュメンテーションもできましたし、クライアント開発を、従来より早い時点で、開始することができました。で、その結果、イテレーションサイクルも増やすことができました。そして、我々、実は2つスキーマを使って、サーバーとクライアントを、ちょっと、もう少し、分割したんですけれど、これをすることによって、例えばサーバーに関しては、従来型の直感的な REST API、REST フル API、そしてクライアントに関しては、クライアントにとって馴染み深い、メソッド呼び出しが提供できたということがあります。逆にもちろん悪いところもありまして、スキーマを導入することによって当然ながら学習コストは上がります。で、我々のようにサーバーとクライアントにもう一段階、スキーマを設けるようなことをしてしまうと、コードの自動生成に、すごいコストがかかります。で、もう一個の問題としては、サーバーの透明性がなくなるっていうのがあって、これは責務分担としては非常に良いことなんですけれど、例えば、クライアントとサーバーの間のどこかで問題が起きた場合に、それを、どちらか、例えば、クライアントの人がサーバーの中で起きていることをサクッと知る。逆に、サーバーの人がクライアントの中で起きていることをサクッと知るっていうのが、脳内で一旦、クライアントの API からサーバーの API への変換をかまさないといけないので、これがワンテンポ遅れるっていうものが、どうしても、デメリットとして発生します。ただ、全体を通してみると、スキームファースト開発によって、非常に良いものができました。しかし、これは実際には理想的なゲーム開発に関しての、まだスタートラインでしかありません。将来の展望なんですけれど、まず、もっと、信頼性が高くてスケーラブルなアーキテクチャを作っていきたいということがあります。で、サーバーを、ゲームにおいて、バックエンドにサーバーがもし存在するようなゲームというものは、その信頼性っていうのがやっぱ一番に来ますし、何かあってもサーバーが落ちないようなもの、特にその予期しない状況においても、ちゃんとスケールしてくれるようなものを作っていきたいと。そして、スケールするのは本番のサービスだけではなくて、開発の組織っていうものもスケールさせていかないといけないっていうものがあります。例えば、ゲーム開発という現場においては、様々な職種の方が活躍するんですけれど、様々な職種の方が、自分の一番得意な分野にフォーカスできるように、
そういう意味で、例えばサーバーのサービスの切り口をどんどん変えていくとか、そういうものもやっていかなければなりません。して、もちろん、より低いコストで、より高いパフォーマンスを引き出してあげる。そして、改善を続けていくっていうものが、将来にあたってやっていかなければならないことです。特に、サーバーの透明性がなくなるという文脈であったんですけれど、よりRESTfulな API から、もっと RPC スタイルにちょっと変えてみるとかであったり、Rails 自体をよりアップグレードしていくっていうものも将来の、やっていきたいことであります。はい。で、最後に、まとめになるんですけれども、Rails によって、開発効率を引き上げることができました。そして、スキンファースト開発っていうものが、プロダクトの品質向上には重要なもので、例えば、我々の例で言いますと、プロトコルバッファーと内製の隙間を使いました。そして、プロトコルバッファーというものは、自然な HTTP API のサブセットとして定義することができますし、それらは自然に Rails に、統合することができます。そして、我々は、Rails とスキーマファースト開発のおかげで、多大な恩恵を受けることができました。で、もう一つあります。One more thing。積極採用中です。はい。プロフェッショナルを、探しています。ゲーム開発が好きな方であったり、スケールするアーキテクチャが好きな方、パフォーマンスチューニングが好きな方、そして、信頼性工学、そして何より、改善、どんどん改善していきたいと思われる方を、募集しております。はい。最後になりましたが、Let's make products better with scheme first development。ということで、ゲーム、この中にゲーム開発に携わってない方も、ゲーム開発に携わっている方もいらっしゃると思うんですけれども、例えば、スキーマファースト開発というものを利用して、もっとより、すいません。はい。スキーマファースト開発というものを利用して、よりプロダクトを良いものにしていくっていうものを、今後、やっていけたらなと思います。ということで、Rails meets protocol buffers for scheme first development。ということで、DNA のオチがお送りしました。本日はご清聴ありがとうございました。発表ありがとうございました。AMA の方に2点、質問が来てますね。1個目が、Mock の API や API ドキュメントを作る作業は、フロントエンドチームとバックエンドチームが共同で作る体制でしょうか？はい。こちらなんですけれど、まず、サーバーにおいて、高いパフォーマンスを発揮するためには、どんなような API であればいいかみたいなのを、サーバーチームから一旦提案してみて、そこに対してフロントエンドチームが、でもこれだと使いづらいというような形で、お互いにフィードバックをしていって、API を作り上げるような形になります。なるほどです。ありがとうございます。じゃあ、もう一個いけますかね。あと2分。GRPC の利用は検討されたのでしょうか？はい。実は GRPC の利用は検討されてて、ちょっと、かなり古い、古いというか、昔の初期の時になるんですけれど、その時は、開発チーム、全体の意向として、REST の API で作りたいっていうものがやっぱり多く、で、そちらの方が既存のアセットなどを有効利用できるので、そちらになりました。有効です。ありがとうございます。あと1分半ぐらいあるんですけど、会場でどなたか質問されたい人いらっしゃいますか？大丈夫。あ、お話ありがとうございました。途中で、プロトコルバッファーの IDL のスキーマ定義とは別に、YAML で定義をされるみたいな話があったと思うんですけども、あれは二重で定義されてるっていう感じなんでしょうか？ご質問ありがとうございます。そうですね。あそこにはプロトコルバッファー定義したものともちろん被っている定義っていうものがあったと思うんですけれど、実は、あっちの内製のスキーマは、プロトコルバッファーから、情報が取れる部分に関してはもう自動生成してしまって、最後に例えばどういうメソッドを SDK で付けるのが良いかであったり、ドキュメントとしてどういうものを作るのがいいかみたいな部分を、最後人間が手で書き上げてあげるような形になっています。プロトコルバッファーの表現だけでは表現しきれない部分を作るためっていう理解でよろしいですか？はい、そうなります。ありがとうございます。はい、そうですね。はい、あとはプロトコルバッファーだとサーバーと SDK のインターフェースだけなので、ここから内部でどうコードをつなげていくかみたいなものもあちらにちょっと記述しております。なるほど、ありがとうございます。
ありがとうございます。それでは時間になりましたので、大地さんによる発表をどうもありがとうございました。ありがとうございました。